バーに預ける。山形が今高いところにいます。あーっとここは八戸、どうだ、前線どうだ、これは決まるか、決まりました。谷尾ちょっとエアポケットにこう富山も選手が入ってしまったか、榎本がこう出てきたところ、谷尾ヘディング合わせてよく枠の中へ入れていきました。勝ち越しは八戸。